はい、懲役太郎です。まあ、これだけね、その闇バイト、それからわけのわからない、ロマンス詐欺的なこととか、若年層のこの乱れた世の中、なんでだろうっていうふうに考えていく中で、まあ、学力が低下してる、その、年寄りでもないのに認知能力が低下している、言葉の意味がわからない、っていうことが、まず考えていったときに、まあ、おしなべて今の若い方の会話の能力がないなっていうのは感じてます。いろんなところの店員さん、あるいはカスタマー、私たちが子供の時がいいと、私が年齢がもう60近くなってるってこともあるかもしれませんが、もっとこのきちんと会話ができるっていうか、会話のような形になっていくっていうことができたんじゃないかっていうのが思っているんですね。で、話の仕方と会話の仕方って違いがわかりますか？話すのと会話って全然違いますんで。要は、一方的に自分のことだけを話すってことは割かしできますよね。自分の趣味のことだとか、自分の思ってる、自分の好きなことだけ。だから YouTube で、いや、結構喋ってる人、それは自分の趣味性のことだけを喋ってる。延々でもう一人でもずっと喋ってられると思いますけど、会話形式で物事を分析したり、何かのこう現象を説明したり、何かあったことをどうこう言っていくっていうのはまた違いますよね。あるいは、ラジオ番組みたいに何かテーマがあって、台本があって、それに沿って喋っていくっていうのもまた違います。それはプロの仕事です。なので、私が言ったどうコミュニケーションを取っていくかっていう、オタクっていう人たちを私は馬鹿にしてるわけでも何でもないです。彼らの会話を見てると、一方的に自分のことだけ喋って、一方的に聞いて、だから、会話になってない。このためとか、この間とか、抑揚とか、そういうことを私は専門に勉強したわけじゃないですけど、生きていく上で覚えていかなきゃいけない。あ、この人の話はよく聞けるな。この人の話は下手だなと思ったら、下手な話は真似しないし、上手な話は真似る。もう、最初 YouTube これ始めた時に、意識している人たちがいたのは事実です。でも途中でやめました。ね。そうすると、誰それさんの喋り方に似てますねとか、こう。そう言ってくるんです。もう今言われることはまずないです。今まずない。っていうのは、やっぱり独自の和法と独自の間と独自のタイミングで喋るようにしてますんで。まあ、ただ、一定数たまにライガーさんの声に似てますねって全然違いますよ。だから、この時点でライガーさんの声に似てますねっていう人は自分の耳を疑った方がいいと思います。歌のうまさ、会話のうまさっていうのは自分で喋った言葉を自分の耳で聞いてまた出しているんで、耳が悪いという言い方は、その、医療的な悪いっていうことを言ってるんじゃないですよ。聞く感度が悪いっていうことを言ってるんです。全然違います。声の質や出し方も、私も知らないので、一回、ライガーさんの、喋ってるの聞きましたけど、全く違います。はい。それを一緒って、なんか一緒のようなしゃがれ声って、そういうようなガサガサした声っていうことを一緒っていう風に見ちゃうっていうことだと、本当に何言ってるのかわからないっていうことですよね。例えば、犬の鳴き声は犬の鳴き声じゃないですか。でも犬でもいっぱい種類がいるでしょって話です。声の質っていうのは体型に応じて人間の体を楽器にしてみたら、細い声は細い声、太い体は太い声が出るのは当然です。だけども、太い体でも高い声を出したり、低い声を出したり、高音を出すっていうのは、その使い方が分かってるから出せるわけですよね。でも、その使い方が分からなかったら、ね、いくらいい器があっても、じゃあ、出かけはいいってものじゃない。ちっちゃくてもちっちゃいなりで響かせ方とか出し方っていうのはある。そういうことを全く考えてない。考えてないでもう何年も生きてたら、そういう喋り方しかできなくて、友達もいない、コミュニケーションもいない、みんなどうこうなるっていうのは、それは学んでないし、努力してないからなんですよね。で、一つに、ここ、話の仕方が大事っていうことを言ってくのは、お前ここでわざと、今これね、5分ぐらい喋ってます。お前が何を偉そうにって思う人がいるんですよ。ね。うん。そうです。例えば私がこれ、車のこととか、釣りのこととか、パソコンのことって言ったら、ね。お前専門家でも何でもねえだろうと。うん。お前何偉そうに言ってんだってこうなるわけですよ。必ず。ところが、この喋る、会話をするっていうことを、ね。もし、お前が何よって言ったら、私よりたくさんのことを発信して喋ってる人って、今聞いてる中でいますか？まず、いないと思います。それが、形となって、証拠となって出せるもの。はい。近所の人と喋ってます。学校で友達と喋ってます。井戸端会議喋ってます。友達と電話で一日中喋ってますって、それは証拠にならないですよ。私はこうやって形として証拠に残してるんですよね。YouTube って。これは証拠として出てくる。で、こうやって喋ってる。毎日毎日喋ってる。ね。これがいいのか悪いのか、皆さんの感覚なんです。でも本当にダメだったら、こうは数字は取れてないです。再生数と数字が。では、簡単ってやれるならやってみてください。無理だと思います。できません。はい。で、これを偉そうに言ってるわけじゃないんです、私は。聞いてもらえるように、分かってもらえるように、調べて、喋って、直して、テーマを決めて、こう喋ってて、一定の評価を得るっていうことが、うまい下手は別として、喋る能力はある人だというふうには自負をしてます。で、普通に対人と喋っても会話はきちんとできています。違うものが届いた。電話が壊れた。何かを説明する。何かをこう自分の意思を伝えるっていうことでできないことはほぼないです、私。一から順を追って丁寧にこれこれこうでこういう風で。何か事故が起こった、事件が起こった、警察や消防に電話する、的確にきちんと相手に物事を伝えます。今はどこにいて私はどういう立場で、どういう状況で何を見てこうなってるんでこうしてくださいってことは的確に言えます。落ち着いて喋れば相手もきちんと聞いてくれて、話が噛み合わないってことはほぼないです。なので、噛み合わない人は、やっぱり私は、噛み合わない人なんだな。喋ってて、言葉と言葉がぶつかる時がある。私は以前は、それは割と遠慮してて、相手のことを聞くようにしてました。そうすると全然話が進んでいかないですね。だからもう、被しきって、私が喋っていって、物事の、会話を主導するっていうふうに最近はしてます。いろんな相談とか事件のこととかこういう情報があって喋るときでも、皆さん言いたいんですよ。こうで。でもそれって全然会話として言葉として組み立てができてないので、こちらが2倍、3倍ぐらい頭を回転速度して、こういう風でこういう風でこうだろうなって思って、これ答えを出していかなきゃいけないんで、それだって私がこれこれこうじゃないんですか？これ答えてくださいっていう形に途中で変えますね。こちらを促して2択3択にしていく。でも、何か言いたい人は、これこれこうで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 分かってほしいんでこう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 いう風でこういう風で、それだと全く、進んでいかないです。私も暇であったらいいんだけど、でもその会話って聞いてる方が疲れちゃうんですね。で、ほぼの人は聞いてる、自分が喋る会話を記憶してないです。喋りっぱなしです。私はこうしてでも、話を聞いてる人も戻るの、私ができるのは、自分が喋った会話を記憶してるんですね。どういうことを喋って今に至るかっていうことなので、少し戻って、会話のこと、ね、話し方と会話の違いって分かりますかっていうことをテーマに言っているっていうことに話を戻すと賢いように思えるんです。ところが、喋りっぱなしの人は、何喋ってたんだっけ？何が言いたかったんだっけ？もうこうなってる時点で会話を止めた方がいいですよね。でもこれって会話を止めてもそのところに戻らないです。私もあります。でも喋りながら思い出してきます。今も。はい。なので私がすごいとか立派とかいうことを言ってるわけじゃないんですよ。できますよってこと。私ができるんだから。だって見てください。私この会話喋ること以外に何の能力もないです。何がこう、誇れることもあるわけでもない、体力があるわけじゃない、走れるわけじゃない、能力があるわけじゃない、経営能力があるわけじゃなくても、喋るっていうことに特化して一生懸命考えたら、これぐらいのことは喋れますよと。これは YouTube 向けだから割と早めに喋ってますけど、うん。たまにちゃんとしたところでゆっくり喋るようにしたら、懲役太郎のは 1.5 倍、いや 1.75 倍に喋ってちょうどいいな。ああ、なるほどって。早すぎるかなと思って、ゆっくり喋るようにしたんだけど、それではまだろっこしいと思っている人たちがいるんだな。私も確かに他の人の YouTube チャンネルでも、もう時短のために2倍にすると聞きにくいです。1.5、1.75 がギリ聞けるかなっていうふうにやってます。ね。だから、あ、そうなんだ。それはそれでね、うん、そこまでしても聞いてくれるんだっていうのはあります。で、本題です。今の若い子たちがこういったことをなるのは、会話能力の劣化。学校で会話しないよねっていう。うるさい黙れなんですよ。喋ってると。ね。本をずっと読んでる。喋るでも同じ時間なんだけど、本を読んで作文が書ける子はなんか優秀。でもずっとおしゃべりして、ね。してる子は、喋るなって言われちゃう。で、私、とあるところで、中高生の、そういう、何か、自分のことを、何々について、例えば、家庭について、親についてっていうことを、喋る優秀賞の人たちが、喋る機会が、その、文化の日の時に、たまたま、地域の表彰みたいなのがあった時に、私も行って見てた時に、中高生の子たちが喋る機会を聞くことがありました。ね。メモ持って、こうしてって、確かに、私たちは、今日ってこう喋り方ですね。いや、いいのかもしれません。私はダメだな。これでは何にもならない。ね。途中でこうなんですよ。すごく綺麗に。喋る体力がまずないと思います。うん。5分なら5分、喋っていけれる、力づくりじゃないですよ。喋り疲れちゃう。途中でもうトーンと呼吸が、もう息が出なくなる。歌もそうなんですよ。カラオケ皆さん歌いますよね。私聞いてて、もう1番と2番で明らかに力が2番で抜けていっちゃう。歌う体力がないですよ。これって走ったり、飛んだりのじゃないです。そこに気持ちが追いついていってないんです。もう言葉書いたよ。だってさ、自分で書くよね。添削されて手にお花をするよね。これ一生懸命記憶してるんですもん。記憶してること喋ってもちっとも伝わらない。言葉は綺麗で、途中でこれやっちゃいけない。学校教育でこれやるんだ。噛んだり間違うんじゃないですか。失礼しましたっていうの。あれいらないよね。誰に何に対して失礼なんだって話で、思うこと言ってけばいいし、途中で止まっちゃう子もいるけど、そんなの恥ずかしいことじゃないの。止まったり記憶が抜けたり言葉が抜けたり、戻ったりすることなんて当たり前にあるんだから、それがダメ、それが減点っていう風に習ってるんなら、全く意味がないね。うん。そこに行くと、やっぱり区長とか政治家とかの人たちが、やっぱり綺麗に喋るんだよね。内容は別。そういうよどみがなく。それは何かって言ったら数だよね。そんだけこなしてるから。そんだけ喋ってるから、そういう風になっても、失敗してないように喋るテクニックがあるわけだから、まあただ子供たちにテクニックっていう風に教えるわけじゃなくて、自分がもう本当に一生懸命緊張して暗唱して、やってメモ見ながら、いやいや、読めばいいじゃんって話なの、普通に。でもそれだと、もう、朗読になっちゃうんだよね。だから何を習って何をさせてるんだろう。そんな朗読をうまくさせることを一生懸命させたって何にも役に立たないから。うん。実生活で。いかに自分が今思ったり感じたこと、箇条書きでこのこととこのことが喋りたいって言って、その場で喋れるぐらいにしないと、そんなとこでいくら発表したって、上手に喋れる自慢なんかどうにもならないから。うん。本当に。誰かが書いた、誰かが作ったやつを一生懸命暗記したって、もうそれが終わった時点で何の役にも立たないんだもん。誰の記憶にも残らない。残念ながら何人か喋ってくれたけど、ね、そこにもうパンフレットでもらってるの。それ書いてあるの。書いてあるの。それ読んでるだけだもん。何の時間って。めっちゃ無駄な時間だもん。書いたやつを綺麗に読みました。だったらあなたの考えじゃなくてもいいでしょって話になっちゃう、これ。ね。何がしたかったのかな？朗読会なのかなって思った。だったらもうちょっとマシなこと考えなさいよっていう話になってくるんで、だけど先生が考えるんじゃダメだから、子供が考えたような中途半端な、ね、なんかことで、なんかどっかから何かをつなげたような、どこにでもあるような文章です。はい。うん。だからそれさせてるんじゃダメだろうな。その子たちは多分優秀なんでしょう。でも、おそらく、きちんとした会話になっていかないと思います。うん。まあ今これ15分喋ってますけど、ここ返す返す、私が立派だどうこうって言ってるわけでも何でもないですよ。この、なんていうのかな、自分が感じたことを思ったことを喋れることって、どういうことか、私これ、法務省とか刑務所ってほとんど喋れてないんですよ、実は。喋ってない、喋れない、これだけあっても壁向いてボソ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 頭の中でずーっと自問自答してることを何年もやってて、喋る機会が あるようになって喋りになって、とにかくこう、喋ることが、の言葉を伝えることっていうのが大切だっていうことを身に染みてわかるんで、もう本当に最初はこれ、親とか、母親とか、そういう友達とか、そういうところに会話してって聞いてもらう。やっぱり聞いてもらえる人。だから、返す返す親は子供の話を聞かないといけないです。めんどくさいですよ、子供の話だったら多分。なんだかあっち行ったりこっち行ったり。でも聞いてあげてるうちに、少しずつ修正するうちに、ね、その喋り方が良くなってくるってことはあると思うんですよ。だけど、めんどくさい。時間がない。っていうふうに会話を遮っちゃう。おそらく、夫婦間もそうです。ね。奥さんの言ってることがもう話が長い。もう終わんないからいつもと一緒。ね、旦那の言ってること、また同じ話。また自慢話。部下の悪口、上司の悪口、もう結構ですって、そんな風だよね。うん。私がお酒を飲まなくなった一つっていうのは、お酒飲んでる人たちみんな同じ話ばっかりなんです。必ず。うん。必ず思い出話、自慢話、悪口になっちゃうんで、ね。やだなって。もうだから最初に私がもう次言うことを言ってくるとみんな黙るんで、これこうだよね、ああだよね、こうだよね。で、私は、あ、もう俺がその人との話を取って、いい会話にしてあげる。ね、素晴らしい。ね、息子さんと素晴らしい奥さんがいてね、いい家庭ですよね。違うけど、みたいな話になるっていう話です。以上です。